はい、オガトン社の入り口のサッシドア、これも撤去します。で、バイトに行ってるハツラストンの豚屋さんのドアが壊れてたので、これを移設します。これはね、枠上だ。枠ごと、枠ごと、うん、枠もダメなんだ。ドアだけじゃなくて、うん、肉トンに壊された。ここだって一回取り替えたから。脚立が用だった。枠ごとか。脚立、ここにね、切る。誰もいない。脚立はないけど、ラダーがあったから。抜けない。錆びてる。抜けない。バル、裏側からつけばいいのか。わあ。ネジがついてると思ったら、腐ってもう中がないんだ。サッシって大体こういうところで止まってんだよ。ドア先に取った方がいいんじゃねえ。違う。ドア取っちゃう？これじゃあさ、ふにゃってならない？ドア重いから。何かさ、あれだ、ネジだけ取るものを、なんか袋みたいなの。あなたのところ。選択しちゃう。ちょっとその下にさ、なんかコッパーみたいなの買ってくれる？それでいいよ。それでもいいし。ドアが下がっちゃわないよ。こんなちっちゃい。そう。だからすぐ痛めちゃうね、ネジ。アルミって腐りやすいからさ。もう全然聞いてね。うん。だよね。南はガラス。そうか。はい、次で取れます。あ、軽い。じゃあ洗っててもらいます。はい、のんのんの。途中にあの材木とかで枠を出してなくて、こう一度改築した時にそこに柱を立てて埋めてるんです。
ってことはみんなタッピングじゃないか。取れん。はい、ダメ。ここがかぶってる気がする。動くな。端っこが少し埋まってるのか。いいか。ここだ。の縁がね。後でコンクリをしたのかな。いやーそんなことするかな。でもこの縁埋まってんの。GoPro ビデオストップ。この角だけちょっと。どうよ。もうちょい。もうちょいだ。ここだ。上外せば取れるかな。上からこう来れば。なぜ来ない。これか。これだってネジねえぜ。おい、取れた。多分これでいけるんじゃないかな。あ、止まってた。もう一個ある。やばい。よかった、気がついて。よいしょ、取れた。よいしょ。はい、窓なくなりました。こんなクラクラなんだもんね、止まってなければ。
綺麗になりました。わ、まあまあですね。ドアのここのネジを閉めて、あそこは緩んでる。あるん、入ってはいるん。片っぽないじゃん、ドアネジ。ネジ閉めてもらわないとこれ壊れるよ。うい、どっかからもらってきます。はい、綺麗に洗ってもらいました。この辺までのクオリティにしかなりませんが、新しいお家で活躍してもらいたいと思います。待っててね、岩崎さん。